バレンシア CF は、バレンシア州バレンシアに、本拠地を置くスペインのサッカークラブチームである、プリメーラ・ディビシオンに所属している。1919年創設。1923年以来、5万5千人収容のエスタディオ・デ・メスタージャを、ホームスタジアムとして使用している。バレンシア市北西部に建設中のノーメスタージャに、移転する計画がある。同じ都市に、 本拠地を送ればンテドと長い間ライバル関係にあり、同じバレンシア州内にあるエルクレス CF やビジャレアル CF にもライバル意識を抱いている。B チームとしてバレンシア CF、メスタージャガール。プリメーラディビシオンで6度、コパデルレーで7度、インターシティーズフェアーズカップで2度、UEFA カップで1度、UEFA スーパーカップで2度優勝している。 1999から2000シーズンと2000から01シーズンには2シーズン連続で UEFA チャンピオンズリーグの決勝に進出したが、前者のシーズンにはレアルマドリードに、後者のシーズンにはバイエルミューンヘンに敗れ、いずれも準優勝に終わった。欧州カップ戦の決勝に計7回出場し、そのうちの4回優勝している。G-14 のメンバーだった。 ラリーが通算順位表では、レアルマドリードと FC バルセロナに次ぐ3位である。国際大会の成績でも彼らに次ぐ3番手に、1。2012から13シーズンは、バルセロナ、レアルマドリードに次いで、スペインで3番目に平均観客数の多い、クラブだった。5万人以上のシーズンチケット購入者を抱え、さらに2万人以上が、シーズンチケットの購入待ち状態にある。 1927年の選手1919 19年3月5日に設立され、3月18日に公式に承認された。アスレティックビルバを FC バルセロナ、レアルマドリード、アトレティコマドリードなど、スペインの他のクラブと比べると比較的遅い、設立であり、同じくバレンシアに本拠地を送れバンテドよりも遅い。オクタビオ・アウグスト・ミレゴ・ディアスが初代会長に就任したが、 ディアスの就任はコインを投げて決定されたものだった。1919年5月21日、カステリオンにて初の公式戦が行われ、バレンシア・ジムナスティコに0から1で敗れた。同年には、デバンテとも初試合が行われ、1から0で勝利した。同年12月7日からアルヒロスをホームスタジアムとして使用していたが、1923年にエスタディオ・デメスタージャニー転し、 5月20日にレバンテド相手に行われたメスタージャでの初試合には1から0で勝利した。1923年には地域リーグで優勝し、当時スペイン最高峰の大会だったコパデルレイに初出場した。1928年に全国選手権が設立されるとコパデルレイでの優勝経験がなかったバレンシアはセグンダ・ディビシオンに組み込まれたが、 1930から31シーズンにはセグン、西軍ダディビシオンで優勝し、1931から32シーズンには、クラブ史上初めてプリメーラディビシオンに参戦した。プリメーラディビシオン昇格後は、黒星が白星を上回るシーズンが続き、1936年に勃発したスペイン内戦によって、クラブの発展が妨げられたが、 1941年のコパデルレーでは決勝に進出し、決勝で RCD エスパニョーラを破って初優勝。当時はまだリーガエスパニョーラよりもコパデルレーの方が重要度の高い大会と認識されていた。1941から42シーズンにプリメーラ、リビシオンで初優勝すると、1943から44シーズンには2度目のリーグ優勝を果たし、 1946から47シーズンにも優勝。1940年代には、リーグ優勝3度、リーグ2位2度、カップ優勝2度、カップ準優勝3度など、堅実な黄金期とも言える、成績を残した。この時代の主力には、エドムンドスアレスやエピファニオ・フェルナンデスなどがおり、彼らで構成される、攻撃陣は、デランテーラ・エレクトリカと称された。九百五十年代には、 メスタージャが4万5千人収容に拡張された。バレンシアはスペイン国内外のスター選手を迎え入れ、スペイン代表のアントニオ・プチャです。オランダ出身のフォワード。1940年代のようなスポーツ面での成功には至らなかったが、1952から53シーズンにはリーグ戦を2位で終え、翌シーズンにはコパデル・ヘネラリシモで優勝した。 1960年代初頭のリーグ戦ではパッとしない順位が続いたが、ビセンテ・ギジョットやブラジル人のワルド・マチャドなどに導かれ、ヨーロッパの舞台ではインターシティーズ・フェアーズカップで成功を収めた。1961から62シーズンの同大会では、決勝で FC ・バルセロナを破って初優勝し、1962から63シーズンの同大会でも、 決勝で NK ディナもザグレブを破って2連覇を達成。1963から64シーズンの同大会でも3年連続で決勝に進出したが、今度はレアルサラゴサに1の2で敗れて準優勝に終わった。1970年にはバロンドールに2度輝いたアルフレッド・ディステファノが監督に就任し、 1970から71シーズンには1947年以来となる4度目のリーグ優勝を遂げた。この結果、1971から72シーズンには、クラブ史上初めて UEFA チャンピオンズカップに出場したが、3回戦でウ e イペースと FC に敗れた。同シーズンの国内リーグ戦ではレアルマドリードに次ぐ2位であり、国内カップ戦では、 決勝でアトレティコマドリードに敗れて、準優勝だった。1970年代には、オーストリア人ミッドフィールダーのクルトヤーラ、オランダ人フォワードのヨニーレップ、アルゼンチン代表フォワードのマリオ・ケンペスなどが在籍し、ケンペスは1976から77シーズンと1977から78シーズンの2シーズン連続で、得点王のタイトルを獲得した。 1974年のディステファの退任によって過渡期を迎えたが、1978から79シーズンのコパデルレー決勝、レアルマドリード戦では、ケンペスが2点を叩き込んで5度目のリーグ優勝に貢献した。ケンペスはアルゼンチン代表として1978フィファワールドカップに出場し、決勝のオランダ戦でも2得点している。 1979から80シーズンにはディステファノが監督に復帰し UEFA カップウィーナーズカップ決勝ではアーセナル FC を PK 戦の末に破って優勝した1980年の UEFA スーパーカップでは UEFA チャンピオンズカップ王者のノッティンガムフォレスト FC と対戦しアウェイゴールさで上回って新たなトロフィーを加えた1982年には ミラン・ミラニッチ監督が就任したが、1982から83シーズンは終盤戦に至っても降格の危機から抜け出せなかった。ミラニッチ監督が退いて、コルド・アギーレ監督が就任し、他力本願ながら、かろうじて降格を回避した。ビセンテ・トルモ会長政権下の1983から84シーズンと1984から85シーズンは、 借金が重くのしかかり、選手やスタッフへの給料を見払い、士気の低下など内部問題によってクラブが分裂した。1931年以来、プリメーラディビシオンに泊まり続けていたが、1985から86、シーズンは18クラブ中16位となり、創設55年目にして、クラブ史上初の降格となった。 アルトゥーロ・トゥソンが新会長に就任して、ディステファノを監督に復帰させ、わずか1シーズンでプリメーラ・ディビシオン昇格を決めると、ディステファノ監督は昇格後の1987から88シーズンも再敗を振るったが、14位と低迷した。1989年にはリーグでの地位強化のために、ブルガリア代表フォワードのルボスラフ・ペネフと契約した。 1991年には、オランダ人のフースヒディンク監督が就任し、1991から92シーズンには、リーグ戦で4位、コパ、デルレーで準々決勝に進出した。1992年には公式に、株式会社化し、1993年までは続けて、ヒディンク監督が指揮を取った。 1994年には、ブラジル代表監督として 1994FIFA ワールドカップを制したばかりのカルロス・アルベルト・パレーラ監督を迎え入れた。パレーラ監督は即座に、アンドにビされたと契約し、さらに、ロシア人のオーレグ・サレンコ、プレドラグミ・アトビッチもチームに加えたが、期待されたほどの成績は上げられなかった。1995年には、 ルイス・アラゴネスが監督に就任し、ミアトビッチらの活躍によって2位に躍進する。しかし、1996年には、AS のミアトビッチをレアル・マドリードへ放出し、ブラジル代表のロマーリオを獲得したことでチームは混乱する。この年からは、ボスマン判決によって、アルゼンチン代表のクラウディオ・ロペスやアリエル・オルテが、ルーマニア代表のアドリアン・イリエなどの、 外国人スター選手が集まるようになり、アラゴネスに代わって、監督に就任したホルヘ・バルダーノが指揮を取るも、低迷からは抜け出せなかった。1997年には、低迷したチームを立て直すため、イタリア人のクラウディオ・ラニエリを監督に招聘する。ジョスリン・アングロマ、アメデオ・カルボーニーといったセリエ A の選手を獲得して、守備の強化を図るとともに、攻守にわたって、起立をもたらした。 このチームから組織を重視したチームへと変貌したことで、これまで主力を担っていたロマーリオ、オルテガラはベンチを温めることになり、シーズン終了後に放出された。ダニエリの監督就任以降、チームは巻き返して、インタートトカップの出場計を獲得。1998から99シーズンには、レアルマドリードからサンティアゴカニサレスを獲得したことで、 鉄壁の守備からの鋭いカウンターアタックで上位に食い込むことになり、コパデルレーでは20年ぶりの優勝を飾った。1999年に、エクトル・クーペル監督が就任すると、同年夏のスーペル・コパデ・イスパーニャでは、バルセロナに勝利した。1999から2000シーズンは、前任者とのサッカーの違いなどから、リーグ戦では、序盤戦に低迷したが、クーペルは、 前任者のシステムを踏襲し、クラウディオ・ロペス、ガイスカ・カメンディエタ、キリゴン・サレス、ジェラール・ロペスらがチームの中心となったことで、チームは巻き返して優勝争いに加わった。このシーズンは、レアル・マドリードが早々と優勝争いから離脱、2月優勝候補の筆頭だったバルセロナもリーグ戦での勝ち点の取りこぼしが目立ち、 デポルティーボ・ボラ・コルーニャとレアル・サラゴサの躍進で優勝争いが混沌としていた。結局、優勝したデポルティーボ・ボラ・コルーニャに勝ち点4差、2位のバルセロナに勝ち点1差の3位であったが、このシーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、クラブ史上初めて決勝に進出した。しかし、2000年5月24日にパリで行われた決勝では、アメデオ・カルボーニが、 出場停止。カルボーニの抜けた穴は大きく響き、レアル・マドリードに0から3で敗れた。2000年夏には、クラウディオ・ロッペスが SS ラツィオに、フランシスコ・ファリノスがインテルに、ジェラール・ロッペスがバルセロナに移籍し、ヨンカリュウ、ルベン・バラハ、ロベルト・アジャラ、ビセンテ・ロドリゲス、ファビオ・アウレリオなどが加わった。2001年1月には、パブロ・アイマールも加わり、バラハ、アイマール、ビセンテ、 アジャララは2000年代初頭の躍進の中心的存在となった。2000から01シーズンは序盤から優勝争いに加わり、10節終了後には首位に立っていた。しかし、UEFA チャンピオンズリーグでの躍進などによって疲労が蓄積し、リーグ戦の後半戦では順位を落とした。エクトル・クーペル監督に率いられたチームは、UEFA チャンピオンズリーグの二次リーグで、 マンチェスターユナイテッド FC などを押しのけて、首位通過し、準々決勝では、アーセナル FC を破った。準決勝でも、イングランドのリーズユナイテッド FC に勝利し、5月23日に、ミラノのサンシーロで行われた決勝は、バイエルミュンヘンとの対戦となった。試合開始早々を逃がすカメンディエダが、PK で、先制点を挙げ、キーパーのサンティアゴカニサレスが、メーメ ショルの PK を止めたが、後半に、ステファン・エッフェンベルグに PK を決められて、同点とされた。延長を経ても決着がつかず、試合の行方は、PK 戦に持ち込まれたが、マウリシオ・ペジェグリーノが PK を外したことで、バイエルンの優勝が決まった。同シーズンのリーグ戦最終節は、カンプノーでのバルセロナ戦であり、引き分け以上の結果で、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を、 獲得できたが、ロスタイムに、リバウドに得点を許して2から3で敗れ、5位に落ちて、同大会出場権獲得を逃した。2001年7月、在任期間中に、コパデルレイ優勝1度、スーペルコパ優勝1度、UEFA チャンピオンズリーグ準優勝2度などの成績を残したペドロコロテス会長が、個人的な理由により職を辞し、公認の会長には、 ハイメ・オルティが就任した。オルティ会長は CD、テネリフェオ・プリメーラ・ディビシオン昇格に導いた、ラファエル・ベニテス監督を引き抜き、クーペル監督は、イタリアのインテルに去った。メンディエタ、ディリエデシャン、ルイス・ミージャ、ズラ・トコ・ザホビッチなどがチームを去り、カルロス・マルチェナ、ミスタ、クーロ・トーレス、フランシスコ・ルフェテ、ゴンサロ・デロス・サントス、サルバ・バジェスタなどが加入した。 2001から02シーズンの開幕戦ではタイトルを争うレアルマドリードから重要な勝利を挙げた。1970から71シーズンにはディステファノ監督の下でクラブの連勝記録を受立し最後のリーグタイトルを勝ち取ったが2001から02シーズンには11連勝を記録して1970から71シーズンに記録したクラブの連勝記録を塗り替えた。 12月9日に、エスタディオ・リアソルでデポルティー・ボラ・コルーニャに敗れて、連勝記録がストップした。エスタディ・デモンジュイックでの RCD ・ s パニオール戦は、ハーフタイムの時点で0から2と、リードをされていたが、後半に逆転して3から2の勝利を収めた。エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードに0から1で敗れるなど、 シーズン後半戦には小さなつまずきを経験したが、ドラスパルマス戦以降の6戦で4勝2分を記録して立ち直った。これら重要な試合の一つが、エスパニョール戦であり、前半戦の試合と同じクレイから1でリードをされて後半を迎えたが、バラハの2得点で2から1と逆転勝利を飾った。さらに、レアルマドリードが、エスタディオンアノエタでレアルソシエダに敗れたため、バレンシアが、 勝ち点3リードして首位に立った。マラが CF とのシーズン最終戦はエスタディオラロサレーダで行われ、この5月5日はバレンシアのクラブ史に記録される日となった。開始早々のアジャラの先制点に続き、ハーフタイム間際にはファビオアウレリオが追加点を挙げ、31年ぶり5度目となるリーグ優勝を果たした。二千二から零三シーズンはバレンシアにとって失望のシーズンであり、 リーグ連覇に失敗しただけでなく、4位のセルタデビーゴを上回れ、UEFA チャンピオンズリーグでは準々決勝まで勝ち進んだが、インテルにアウェーゴール差で敗れた。2003から04シーズンのバレンシアは長いこと首位、レアルマドリードを追いかけていた。26試合を消化した2004年2月の時点では、勝ち点8差をつけられていたが、レアルマドリードは終盤戦に調子を落とし、 ラスト5試合を全敗したため、バレンシアが逆転で2シーズンぶりのリーグ優勝を遂げた。UEFA カップでは準々決勝で FC、ジロンダンボルドを準決勝でビジャレアル CF、決勝でオリンピックマルセイを下し、初優勝を果たした。1998年から2004年のバレンシアは、クラブ史上最大の成功を収めた。リーグ戦とコパデルレーで2度優勝し、 UEFA カップと UEFA スーパーカップで一度優勝し、さらに UEFA チャンピオンズリーグで二度、準優勝した。2004年夏には、ベニテス監督が会長との対立からバレンシアを離れ、リバプール FC 監督に就任した。公認には1999年までバレンシアを率いていたラニエリ監督が5年ぶりに復帰したが、二度目の ラニエリ政権時代は失望の残る結果となった。マルコディバイオやベルナルド・コンラーディなどのイタリア人を獲得してチームのイタリア化を図ったが2004から05シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグ敗退に終わりリーグ戦でも7位と低迷したためラニエリ監督は2005年2月に解任された。ベニテスの下でアシスタントコーチを務めたアントニオ・ロペスが指揮を取ったが このシーズンは UEFA カップ出場権を獲得できない順位で終えた。メスタージャで声援を送るサポーターたち2005年夏、ヘタフェ CF のキケ・サンチェス・フローレス監督がバレンシアの新監督に就任した。レアル・サラゴサからダビド・ビジャを獲得すると2005から06シーズンは3位で終えて UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。 2006から07シーズンには、ビジャに加え、リバプール FC から獲得したフェルナンド・モリエンテス、セルタデビーゴから、レンタルバックしたハエ抜きのダビド・シルバラが活躍。しかし、バラハやエドさらには、ビセンテ・ロドリゲスなど主力級の選手が怪我により、長期離脱し、キケ・フローレス監督とアメデオ・カルボーに、SD が対立した。シーズン序盤は、好発進を見せたが、 国内リーグでは4位に終わった。UEFA チャンピオンズリーグでは2次リーグで、イタリア王者のイン。2007年夏、SD がカルボーニからアンヘル・ルイスに変わることで、内部対立が収まったが、10月29日、バレンシアの首脳陣は、成績不振を理由に、キケ・フローレス監督を解任し、オスカル・ルベン・フェルナンデスを暫定監督に任命した。公認監督候補として、 マルチェロリッピやジョゼモーリーニュなどの就任が噂されたが、10月30日、オランダ人のロナルト・クーマン監督が PSV、アイント方ンを離れて、バレンシアと契約することが発表された。クーマン監督は就任直後に、ダビド・アルベルダ・サンティアゴ・カニサレス・ミゲル・アンヘル・アングロの主力3選手を戦力外と扱いしたが、オランダ型の攻撃的な4から3から3のシステムは、 チームにフィットせず、広格圏から、わずか勝ち点2差の15位まで落ち込んだ。UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグ再開で敗退し、リーグ戦でも低迷する一方で、コパデルレイでは、順調に勝ち進んだ。2008年4月16日、エスタディオビセンテカルゲロンで行われたヘタフェ CF との、決勝に3から1で勝利し、7度目の優勝を果たした。しかし、 4日後の4月20日には、アスレティックビルバを相手に一の後の大敗を喫し、その翌日には、クーマン監督の解任が発表された。暫定監督となったボロは、アルベルダ、カニサレス、アングロの3選手をチームに復帰させると、初再敗試合となった CA オサスナ戦に勝利し、残留争いから順位表の注意にチームを引き上げた。マヌエル・ジョレンテ、 第35代会長を2008年5月22日、若手のうなえメリ監督が就任した。2008から09シーズン開幕から5試合のうち4試合に勝利して順調なスタートを切り、UEFA カップのグループリーグでは1勝3分のグループ2位で決勝トーナメント進出を決めたが、リーグ戦では徐々に調子を落として4位で前半戦を終えた。不調の最中、 クラブが4億ユーロ以上の巨額の負債を抱えており、何週間も選手に給料が支払われていないという報道がなされた。UEFA カップの決勝トーナメント1回戦では FC ディナモキエフと対戦したが、最終的にベスト4となるクラブにアウェーゴールさで敗退し、クラブの問題は一層増した。 2009年1月から3月にかけては、リーグ戦10試合で勝ち点7しか獲得できなかったが、3月からの7戦無敗で一時的に4位まで順位を上げた。しかし、36節と37節で4位の座を、争うアトレティコ・マドリードとビジャレアルに連敗し、6位に落ちて UEFA チャンピオンズリーグ出場権を逃した。財政収支のバランスを取るために、 2009年夏には、ダビド・ビジャ、フアン・マタ、ダビド・シルバなどのスター選手を放出するという噂が流れ続けた。前シーズンのリーグ王者、バルセロナや大型補強をしたレアル・マドリードには、及ばないもののリーグ3位を堅手、UEFA チャンピオンズリーグ本戦への出場権を手に入れた。財政面での理由により、2010年夏には、ビジャとシルバがそれぞれバルセロナと、 マンチェスターシティ FC に売却され、負債額が大きく減少した。中心選手二人を放出したにもかかわらず、2010から11シーズンは2シーズン連続で3位という、安定した成績を残した。UEFA チャンピオンズリーグでは、決勝トーナメント1回戦で、シャルケ・レイオンに敗れた。2011年3月20日のセビージャ FC 戦では、 9日前に日本で起こった東日本大震災支援として選手名がカタカナ表記のユニフォームを着用して試合に臨んだ。ユニフォームはスペイン赤十字社がオークションに出し、その収益は被災者への義援金となった。2011年夏にはクラブの不安定な財政状況改善のため、またをチェルシー FC に移籍させざるを得なかった。 2011から12シーズンは3位でリーグ戦を終了して UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。3シーズン連続で UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得したのはクラブ史上初だったが獲得した勝ち点は61にとどまりプリメーラディビションが20チーム制。 勝利勝ち点が3ポイントとなった1995から96シーズン以来では最も少ない勝ち点の3位である。シーズン終了後、4シーズンにわたり、チームを率いたエメリ監督が退任し、後任には選手としてバレンシアでプレー経験のあるマウリ氏をペジェグリーノが就任した。ペジェグリーノ体制になった2012から13シーズンであったが、 バルセロナに放出したジョルディ・アルバなどの穴を新戦力が埋め切れず、さらにはトップチームでの監督経験がないペジェグリーノの采配も安定せず開幕から低迷。チャンピオンズリーグではグループリーグを突破したもののリーグでの低迷が原因で第14節で解任。後任にはリーガでの指導経験も豊富なエルネスト・バルベルデが半年契約で就任した。 バルベルデ体制になりチームは復調したものの前半の出遅れが響き声位でリーグ戦を終了 UEFA ヨーロッパリーグの出場権は獲得したものの3シーズン守持っていた UEFA チャンピオンズリーグ出場権を失ったチームはバルベルデを高く評価し契約延長を希望したがチームの経営環境が不安定であることを理由に拒否しアスレティックビルバオに転出した 2014年5月、シンガポール人実業家であるピーター・アリムがクラブの買収を発表。資金を得たクラブは、新指揮官にヌーのエスピリット・サントを迎え、アンドレ・ゴメス、ロドリゴ、シュコドラ・ムスタフィ、ニコラス・オタメンディ、アルバロ・ネグレドラを獲得。このシーズンは最終的に4位で終え、UEFA チャンピオンズリーグのプレーオフ出場権を獲得した。 15から16シーズンは、ネグレドとロドリゴ、アンドレ・ゴメスを、それぞれ完全遺跡で獲得したほか、サンティミナ、ザカリアバカリ、アイメン・アブデヌール、マシュー・ライアンなどを獲得した。チャンピオンズリーグ、プレイオフでは、AS、モナコを下し、本戦出場を決めたものの、開幕を前に、CEO のアマデオ・サルボ、スポーツディレクターのフランシスコ・ルフェテが辞任し、事実上ヌーノが、 クラブにおけるる補強の全権を掌握することとなったチャンピオンズリーグのグループリーグにおいても結果が芳しくなくリーグも勝利をつかむことがなかなかできず2015年11月30日ヌーノは解任された後任には元イングランド代表 DF ガリー・ネビルが就任したしかしトップチームでの指導経験が全くないネビルはリーグ戦でほとんど勝つことができず コパデルレイにおいては、FC バルセロナに0-7と、歴史的大敗をし、CL グループリーグ敗退に伴い出場した、ヨーロッパリーグにおいても、アスレティックビルバオとの同国対決を落とし、ネビルは、わずか4ヶ月で解任された。後任には、パコアジェスタランが就任し、復調の兆しを見せたものの、最終的には12位でシーズンを終えた。16から17シーズンは、 チームの主力であったパコアルカセル、アンドレ・ゴメスをバルセロナに、シュコドラン・ムスタフィオ・アーセナル FC に、アルバロ・ネグレドを、ミドルズ・ブライフ C に、ソフィアン・フェグリを、ウエストハム・ユナイテッドに売却した。補強面ではナニやマリオ・スワレス、エセキエル・ガライ、アルバロ・メドラン、マルティン・モントーヤ、ムニル・エル・ハダビ、エリアカン・マンガラなどを獲得した。開幕から、なかなか勝つことができず、9月20日に、 パコアジェスタラン監督を解任。ボロが暫定的にチームを率いた後、2016年10月1日に、ユーロ2012でイタリア代表を決勝まで導いた、チェーザレ・プランデッリを公認に据えた。しかし冬の遺跡市場では、ユベントス FC からシモーネ・ザザを獲得したのみで、プランデッリの要求が通ることがほとんどなかった。ザザの活躍もあり、 レアル・マドリードに勝利したこともあったが、結果は好転せずシーズン終了を待たずして、プランデッリも解任された。後任は再びボロが就任している。ボロの再就任後は復調の兆しを見せたものの、前、シーズンと同じ12位で終えることとなった。17から18シーズンは、監督に、マルセリーノ・ガルシア・トラルが就任した。また、 ネトとガブリエウ・パウリスタを完全遺跡で獲得したほか、ジョフレー・コンドグビア、ゴンサロ・ゲデス、ジェイソン・ムリージョ、アンドレア・スペレーラなどをレンタルで獲得した。このシーズンは、クラブ記録となる、開幕13試合無敗、クラブ史上初のリーグ戦8連勝を記録するなど、好調を維持。ロドリゴ、ザザ、サンティミナの3選手が、リーグ戦10得点以上を記録するなどの活躍もあり、 最終的には5位のビジャレアル c f に勝ち点12差をつけて4位に入り、15から16シーズン以来の UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得した。18から19シーズンはダニエル・バスやケビン・ガメイロなどを獲得。また前シーズンに活躍したコンドグビアやゴンサロゲエデスラを完全遺跡で獲得したほか、ビジャレアル c f からベニス・チェリシェフ。 チェルシー FC からミシーバチュアイをレンタルで獲得した。一方でマルセリーノ監督との風話などもあり、毎シーズンに活躍したザザを取りのえ放出することとなった。スペイン国王杯決勝では FC バルセロナ鬼の位置で破り久しぶりのタイトルを獲得した。詳細はエスタディオデメスタージャを3勝、ノーメスタージャも3勝エスタディオデメスタージャ1919 19年に クラブが創設されてから1923年まではエスタディオ・アルヒロスをホームスタジアムとしていたが1923年にエスタディオでメスタージャに移転した1950年に増築されて4万5千人収容となったが1957年10月にトリア川が氾濫してバレンシア自然域が洪水に襲われメスタージャのピッチは大規模な復旧作業を必要とした 復旧と同時に照明塔の建設など様々な改良工事が行われ、1959年の日祭りの期間中に再オープンした。今日では5万5000人を収容し、スペインで5番目に大きなスタジアムである。2008から09シーズンは、本来ならばメスタージャでの最終シーズンであり、2009から10シーズンより7万5000人収容のノーメスタージャに、 移転するはずだったが、財政難により、新スタジアムの工事が中断され、移転計画は遅延した。2011年12月12日、マヌエル・ジョレンテ新会長は、スペイン国内に7つの銀行を保有する、金融グループであるバンキアと合意に達したが、その後バンキアが極度の経営難に陥って、国有化されたため、建設計画は再び暗証に乗り上げた。 シウダデポルティーバデパテルナも参照。1992年から使用している。バレンシアから北西に5キロほど離れた同じ県の基礎自治体、パテルナにあり、トップチーム、リザーブチームカンテラ全チーム、女子チームがこの施設内で練習をしている。カンテラ選手寮、近代的医療センターなどに加え、バレンシア CF、メスタージャが試合会場としている。 小さなスタジアムも敷地内にある。ラリーが2019から20シーズンフォーメーション、シレッセン13、監督インアウト詳細は、カテゴリー、バレンシア CF の選手を参照。ありがとうございます。